コピーキャって越歴上がるの？俺のオフェンスの越歴関係ないか、越歴は。はい、カリウド、オッケー。いいね。やろうぜ。ビンベイ！越歴上がるよ。めっちゃいいやん。ランク戦の回数超えてるよね、純粋に。多分5、6シーズンぐらいのランク戦の回数超えてるよ。絶対超えてる。カリウドやからさ、しっかりと遊ばしてくれ。よろしく、チーンマックス。この窓って前から見えてた？中。無理か。なんでこんな真っ黒いんやろ。見えるようにしたら面白いのにな。魔法がやりづらいんか。おにり！見えるのはトイレと物置のところ。踏みました。ドンマイ。確率がエグすぎる。どないすんねこれ。やば。場所聞く必要あるんかなこれ。みんな。どう？撮影じゃない？大泥棒とか当てるためにさ、めちゃくちゃ明るいところ、人がいっぱいおったところだったら、やれないはずだから、それでね、通報入ってんやからさ。池です。目撃しました。ホタルダスクのところ、相方ごめんね。タッチ悪いこれ。ギャンブラーやん。タッチ悪い。全然潔くねえじゃん、こいつ。なあ。将兵踏みって理不尽。へすんなよ、最後に死んだ。何もせずに死んでいくの潔いの分かるけどさ。潔い返してよ、あの人に。潔いって。そう。刺して笑ってる。刺してんやん、これもう。刺して最強やん、もう。策略って分かったやん。なんねん、あいつ、潔くないよ。判定陣営には、絶対勝たせねえぞというそういう思いは見えたな。うん、将兵にやられたから。当てたら気持ちいいもんね、策略は。連打中これ扉が出るから来る可能性あるよね、みんな。心配せんねえか。チンペー。姉さん。こうなれば策略ポジションで撃つしか。なんだこいつ。みんなこいつやっちゃっていいんじゃない。あいつやっちゃっていいんじゃない。魔法使い近くにいるやつは将兵演説配達が多いとあれほど言ってるだろうが。死んでるね。一人死んでる。うんぽこちゃん、うんぽこにゃんさんが。工業、海なんたら業、反射業、こんばんはです。第二の将兵踏み。あ、そう捉えられそうやな。俺の感覚的には一ゲーム目だったら将兵じゃないって言いそう。多分西田君のところ。将兵ないから通報したよ。2番の7は電力室にいました。攻撃できないはずです。27ね。OK。1番もないよね、みんな。1番、2番、7番はないはずだ。2のろうそくダスク待ちで停電。自分は停電後にやった。25とモニター最終。停電の時、レストランから電力室に行きました。7はいました。7か7やんねんけど、みんな。10に入れろ。こいつ刺してか。先にやっとこいいかな、みんな。どう思う、みんな。10はドアに入ったと思う。それだけで？それだけで10入れるんか。もし見間違えなければ。刺して歓喜やん。
10はドアのから隠し扉から4は鍵職人。あーマジか。ほんなら10やな。4が鍵職人になると10やん。だって4鍵職人言うてんねんやから。4できるなら打ちたい。いや4は信じる。俺は自分からカミングアウトした方を信じるべき。10も鍵職人ですって言うか。で、なるか、で、なるならローラだよ。先に10だよ。どの道10です。どうでしょう。先出しの方を信じるべき。この理論わかる？みんな。これで終わる。タワー東の扉前で、持ってたけど。4には合ってないから、なんとも。未チェック遅か。お久しぶりです。まあ、どっちにしろあなたはすぐに出てきたから、うん。出てきたんだよ、みたいな。はい、勝ちました。残念。最強、イエーイ、4番やるね。やる陣営、マックス。いいね。みんな探偵陣営。6番以外全員探偵やん。すご。すごーい。みんなこいつほら見てください。みんなほら回答。ま、イモってるだけなんだけど、皆さん私なんて言いました？イモってるとかそういう発言、それを言い訳にするやつって、マジで謎か模倣なんだけど。ね、理解してくれた？うん。まあ、数々のさ、その、なんていうかな。うん。で、みんな勝率どっから見るんでしたっけ？サバトの6ビッツ、ありがとうございます。アノさん、こんばんはです。動画上げるとき許可です。俺の勝ち。あなたが、こんな初歩的なコメントすんの？旦那様の他の人たちのチャットの読み方。危ねえ。また変なこと言いそうになったけど。アノさん、動画、許可取ってないんですよ。そう。取ってないんです。あぶねえ。優しく。山田さん、キュービッツ。ああ、やとな。ありがとうございます。勝率どこで見るんやっけ、みんな。勝率教えてくれ。イエー。過去の戦績？すべてのモデル？自分の対戦から？ほなら？ランク戦モデル？娯楽モデル？うーわ、うまっ。あれ、でも、なんか 50% しかないんやけど、みんな 50%。 え？リセットされとるやん。全シーズンで見たらいいんか。対戦実績？うーわ、全シーズンにしたら、なんか上がってんだけど、みんなコピーキャットゲーム。あ、ごめん、みんなコピーキャのカーニバルやったわ。みんな俺コピーキャカーニバル見なあかんかった。594試合もやりました、皆さん。すごー。あのさ、まだおる？もうおらんくなった？もう答えたんやけど、なんかどうした？ちょっと語りたいな。これ聞いた感想聞きたいな。あのさ、もういなくなったならもう試合行くで。38%？ 38 らしい。うん。対戦実績なり、対戦実績。おやつ突っ込んじゃダメだな。おやつ突っ込んじゃダメだ。申し訳ない。ちょっと。はい。おった。あのさんってさ、他の配信者全員に、そのコメント打ってんのかな？気になって、ちょっと。そう。正義感強そうやから。になってて、第五人格以外にもなんかそういう巡回されてるんですかね。動画許可取ってるわけないんやけど、俺に回答してほしいっていうことでわざと書いたんかな。素直に思ったんかな。あのさんはどの？俺あんまりこういう分かりきったようなこのコメントをする人の気持ちわからなくて、ちょっとね知りたいんよ。そう、純粋に。旦那様こんばんは。奈々さんこんばんはです。さっきの7番さんですね。はい、お疲れ様でした。対戦ありがとうございました。違ったらはずいけどね。7番で7でしょ。ソイ高尾とかさ、石橋貴明さんとかさ、石橋貴明さん犯罪者やけどさ、もう振るのやめようか。うん。また探偵や。
おせち、おせち。あ、他のやつらはあの名前消してる可能性があるのか。他の人らみんなあの動画上げてるとき名前消してるんか、モザイク。俺見てないから分からんけどさ、あの岡本さんの実況を見た。名前消してたわ。すごい。さすがにあの岡本さんすごかった。声優のね、やっぱ違うなと思った俺。田中さんこんばんはです。あ、違うんかい。さっきの7じゃないんや。やば。判定です。N さんは著名人だしね、消さないと言われそう。いや俺は出してほしいわ。俺と俺が奥本さんと会った時にさ、出してほしい。で対戦相手の名前消すのすごい労力いりそう。出してほしい。コピキはほぼほぼモザイクかけなあかんな。初めて俺の動画、初めてというか最近見に来てくださったんかな。コピキはでね、いっぱいね、あの増えたんで、はい、昔のランク戦もあの見ていただけたらお手数ですが、もう全出し全出し、はい。そして気にせずにあの批判してる。届く届く、声が届く。そして届いてね、あの1週間以上もゲームできなかった生配信者いらっしゃるんですよ。私の声が届いちゃって、うん。でその方の彼氏にあのフレンド消されました。そう、その方の彼氏とフレンドだったんです。はい。で彼女さんを批判したら届いてもう鬱じゃないけどなんかなっちゃって、配信1週間ぐらい、1週間以上配信できないっていうことをリスナー様から聞きまして、はい。あ、いやちょっとダメージストレスいったんやなーって。やりますね。旦那様の過去のランクマ。そしたらあの彼氏の方はね、あの私をね、あの、はい。ふうぎゃー。旦那様のランク戦笑えるから好きです。ヒロナギさん死んでました。はい。娯楽室で死体ございました。娯楽室で近くに8番さんもあの死にもらっております。一瞬倒れてるのわからなかった。正直ね、俺もわからなかったわ。肌色がさ、地面と同化してて、ちょっと。途中4が入ってきてシャワー東に逃げた。なんとかソンってやつです。何それ?チャンソン?ソンミ?1回目見守り、2回目解読。みんな停電2回起きたん?全然覚えてない。彼女の状態だったら親が大事です。はい。真面目に答えると。結婚したら、嫁の方が大事です。家族の方が大事。あ、どのみち家族が大事やわ。うん。彼女は言うて他人やから。申し訳ないけど。ほんまに申し訳ない。これはあくまで個人の考えな。うん。個人の考えですよ。結婚したら家族やら家族大事や。どのみち大事や、家族は。物置に行った。食堂停電、食堂の扉前でスタンプペタペタしてました。途中ナナも扉前に来て一緒に待機。2度目の停電時は東側から娯楽通ったら倒れてた。ファンチャンソンって何、ファンチャンソン。明太子さんこんばんはです。韓国の方、めっちゃ有名な俳優。あ、消されたのは全然理解できるよ。オノフェリアさんをあのなんかね、あの文句言われたら、あのそいつがね、あ、俺聞きに行くけどね。あ、まず悲しんでるんやけどーみたいな。人それぞれやな。ちなみに向こうからコラボの依頼来たからな。うん。お互いあのね、ね、ダブルでコラボしませんかって来たからね。向こうから申請来たからね。それちょっと気持ち悪いやん。聞いてからぶちのめす。でもその彼女側は自分が言ってる方、自分が言ってることとさ、やってることが違うからね。それ、キモない。申し訳ない。しちゃったわ。配信中の知らせ、はい、どうしてくれんの、お前。まして、旦那様の動画を発見して、申し訳ない。しちゃったわ。ごめんなさい。はい、どうしてくれんの、お前。模倣者と知らず、以前当たりまして、オピケの動画を見ようとしたところ、旦那様の動画を発見して見てみたところ、自分が模倣で自分が下手くそなの分かってましたが、散々な言われようでショックを受け、
それはすまんな、それはね、うん、許可取れとかじゃなくて下手な自分が恥ずかしいというか、すみません。あ、なるほどね、あ、それは申し訳なかった。あの本人の受け取りをだからね、そう、俺はボロクソ言ってるつもりないんですよ。そう、いや申し訳ないな、それはね、うん、その深く受け取らなくていいんだよ。そう、俺の配信をちょっと見てくれたら分かるよ。そう、俺の配信をちょっと見てくれたら分かる。探偵陣営に対しても、模倣陣営に対しても、ボロクソ言うから。うん。2回目停電噴水。ちなみに、2回目の緊急、私一人しか電力いなかった。あははははは。ああ、面白。てかさ、許可取ってないのも分かるやん。ねえ。俺が、アノさんに DM かなんかでわざわざ探してゲーム内チャットで聞ね、撮ってないやん。気にこやんけ、お前も。わかってる、こいつ許可取ってない状態で聞いてんじゃん、こいつ。こーわ、長文すみません、とか言ってて。わかった状態でやってるやん。矛盾するで。こういうことね、俺はこんな感じの人なんですよ。そう。深く撮らないでくださいね、ほんまに。ねちっこいんですよ。そう、ねっちこくでちっちゃくて、あそこでかい、重いですね、これピンがね。アリス川さん、こんばんはです。そういうから絶対満飛投下はしない。そろそろフェリアさんストップ入らないか。フェリアさんは助言してた。うん、深くね、そんな取らなくていいって。だから俺さっき言ったやん。そう、もう適当に喋ってるだけやろ、本当に。あ、ショック。あ、ショック。見ない方がいい。そうしたら。マジで。合わないからってことで。そう。合わないんだよ。気持ちはわかるで。おう。すべてエンタメです。俺も嫌な配信者、俺もうんこちゃん見なくなったもん。赴任してから。うん。でも人気ないよな。のりちゃん、のりラジの見てたら、のりちゃんもね、分析してて、そう。家族持ちとか、女性らへんに対しては、やっぱね、こう、支持層が減るんだよ。俺はもう家族持ちやん。やっぱ不倫ってのはもう終わってるからさ。でも独身男性ってのはそんなどうでもいい。配信楽しければいいわけやから、そう。だからもうそっから俺も、うんこじゃん見れなくなったもん。うん。一切見てない。前はめっちゃ好きだったよ。私は頭がいい人の配信しか見れない。だから俺はもうね、うんこちゃん見れないのと一緒で、ね。そういうことだよ。あなたはもう俺の見れないんですよ。わざわざもショック受けながらもさ、そう。なんか動画に乗るにあたってなんかさ、個人チャット来ました？そう。昔結構俺ボロクソ言った相手に対してさ、昔はね、めちゃくちゃ人見てくださって、ね、8000歳とかで言ってさ、で、そうしたらね、母数も大きいわけで変なやつもいるわけよ。そうしたらリスナーがね、わざわざね、俺が文句言ったやつに対して、こちゃ送るんよ。うん。そういう被害は遭われてないようだったら、まあいいんだけどね。うん。いや、洗うでしょ。そこ嘘つく人ないやん。コピキャスな、そこで。うーわ、死んだ。ええ、これ翔平やろ。いつも深夜に洗っててすみません。エンタメ、え、これ翔平として撮っていいよね。ばあさんは洗わないって言われた。傷つ喜びました。モニター、みんな体勢が少なくて、そうで、コビキャに限って言うと、そのボーイちゃんに対しての体勢がないんだよ。そう、俺はマジで楽やからさ、そのまま使ってるけど、だからうざがられるんよ。そう、うるさいってなるんよ。ボリュームじゃないんやな、それは。うん。こいつが生きてるって体勢がないからな。まさかの翔平で、あ、言うんかい、そこ。言うんか、翔平って。マジか。うん。でも、撃つか。うわ、だから、プリプリはエンタメって言ってたんや。当初から。プリプリは。旦那様のあれはエンタメって言ってたもんね。彼は当初から分かってたんや。自白してるやんけ。
好感度お化けやん。プリプリこそ好感度お化けやな。捨てもらって大丈夫です。ありゃ。寝室停電、西から向かってた。1回目、23459。ちなみに、その動画の URL 貼ってほしいな。名前一緒だったら、後で時間あったらちょっと探してみないわ。どういう風に言ってたかちょっと気になるわ。俺がさ、思い当たるやつは、大抵、よく言う、その、模倣に対して言うのは、キロが下手くそ、あるいは、胃もってたり、ね、胃もってたり、そういう発言する人は、黒か模倣、ナンセンス、あと、なんだかな、その、リアルを言い訳に出す人はナンセンス。ね、親フラとか、あと、初心者。みんな、この間人狼のね、あれ見たんですけど、人狼ね。人狼ってのは初心者語りはダメなんですよ。初心者を装って、ね、吊るされる人の同情を煽るような、その動きはね、やっぱご法度っていうか、暗黙の了解で良くないっていうの分かるやんか、初心者を語るの。ね。それと一緒で、リアルを語るの良くないんですよ、リアルを。あと、重かったり、それを口に出してはいけないと思うんですよ。たとえ玉持ちだとしても、絶対釣らなきゃいけないからな。ちょいだよ、相手は。どういうこと？録画狩り、あ、え？こいつがやったってこと？え？助手席ルームメイト生活があるので。そうしたらキモいやん。私狩りです。間違って撃ちましたって言えばいいやん。この試合な投げ捨てやんこれ。捨てやんこいつ。マジか。すいませんって謝ったら済むやん。そうしたら狩人です。ちょっと将兵撃っちゃいました。警戒してたんでって終わりやん。なんなのそれ。なんか、ようわからんかったわ。チャット見てたんやけどさ。そうか、玉持ちか。なんか、蜂、玉持ちって言ってなかったみたいな、なんかなったよね。なんで負けたか、明日まで。勝ったけどな。え？あ、カリウド？みんな4番やったっけ？そうしたら行ったらいいやん。行ったらいいやん。行ったらいいやん、そうしたら。素直に。村が将兵撃ったのは将兵側が悪いかも。俺の勝ち。旦那様、なんで負けたか明日まで考えといてください。申し訳ない、しちゃったわ。はい、どうしてくれんのか。リュウさん、こんばんはです。パン、チャンネル登録、今夜チャンネル登録、はい登録、高評価高評価、登録&高評価、はぁ、登録。